アゼルバイジャンの建築では、アゼルバイジャンにおける建築の発展についてもべる。アゼルバイジャンの建築は、東洋と西洋の特徴が混ざり合っていることが多い。現代のアゼルバイジャンでもシルバンシャー宮殿と乙女の、塔といった古代の建築が城壁都市爆雨の城内に残っている。中世の建築は、シルバンシャー宮殿の他にも、中央北部のシャキのシャキハーン宮殿。 アブシェロン半島のスラカニー寺院、アラス川に架か,かるいくつかの橋、及びいくつかの大霊廟が残っている。19世紀から20世紀初期まで、歴史に残るほどの建築は少なかったが、バクーなどでは、特色のある住居が建てられた。それ以降の時期では、バクー地下鉄が合成な装飾で知られている。アゼルバイジャンの都市計画や建築は、 都市建築物及び建築の国会委員会の規制を受けている。幕府成長の建設工事は1934年に始まったが、第二次世界大戦の勃発により工事が中止、1945年に終戦を迎えると工事が再開した。工事は1952年に完了した。ミルザ・ファトフ、アリー・アーホンドザーでの名前を冠するミルザ・ファトフ、 アリー・アーホンドザーでアゼルバイジャン国立図書館は1961年に建てられた。建築家のミカイル・ヒュセイノフによって設計された。この図書館はカフカース地方最大の図書館として知られている。アゼルバイジャン大統領宮殿は1977年から1986年まで、フアドール・ジョフ、タヒル・アラーベルディエフ、マダト・カラーホフによって建造された。 大統領宮殿は12階建ての建物で、外壁は大理石と花崗岩で覆われている。シャキ、オレデバド、主社バクウキュー級市街、ラヒジュの集落、ナルダラン村、シャブランの町、ダバチ地域、イリス村、ガフ地域、アルパチャイ川岸、オレデバド地域、チラッカラ島、キシュ村、ハジュガブル地域などが、アゼルバイジャン建築の歴史保護区として認定を受けている。 1990年代末期、高層ビルアゼルバイジャンの首都バクーに現れるようになった。最も著名なマテンローは、フレームタワーズ、ポートバックタワーズ、トランプ、インターナショナルホテルタワー、アズール、ソカータワーなどであり、他には、三日月建設計画が進行中で完成後は、バクーで最も高い建物となる予定である。アゼルバイジャンには、火の国という別称がある。 そのため、アゼルバイジャン国内では、火の象徴が多く使われており、フレームタワーズも、その一例である。高さは182メートルで、アゼルバイジャン最高であり、面積は23万5000平方メートルである。フレームタワーズは3つの塔で構成されており、ホテル、住宅、オフィスが入居している。建築は2007年に始まり、2012年に完成した。 2013年、ミピムから最も良いホテルと観光地の賞を受けている。2007年、イギリスの建築家、ザハ・ハディットがヘイダル・アリエフセンターの設計者に選ばれた。ヘイダル・アリエフセンターは現代幕府のシンボルの一つとされる。15.93ヘクタールの面積を持つセンターは、その設計に直線が全く使われず、建物の線上は過去と未来の融合を示すという。 センターの設計には当時バクルでよく見られるソビエト連邦式の設計からの脱却を目指しアゼルバイジャンの文化の感情及び未来志向という国の楽観さを示すという目的があったバクークリスタルホール2017年撮影バクークリスタルホールはユーロビジョンソングコンテスト2012の会場として使用するために建設された多目的ホールである 2011年8月2日、アルピネバウド・イッチラント・エ g ジーというドイツの建築会社との契約締結が発表された。ホールの建設は2012年4月16日に完成した。最大2万5000名収容でき、VIP ルームも設けている。ホールの照明はドイツから購入した、投稿機2500台、ケーブル3000メートル以上を使用した。発光ダイオードがホールの窓、 合計1300平方メートル以上の面積に置かれた。バクーオリンピックスタジアムの建設は、大統領イルハム・アリエフ、フィファ会長、ゼップ・ブラッダー、UEFA 会長、ミシェル・プラキニの主導の下2011年6月6日に始まった。スタジアムの開幕式は2015年3月6日に行われた。バクーオリンピックスタジアムは、 アゼルバイジャン最大のスタジアムであり、最大68,700人収容できる。このスタジアムは、ステイディアムドブにより、世界中で7番目に良いスタジアムに選ばれている。スタジアムの建設は、トルコのテック編者が受け負いした。近くには、ホテル、駐車スペース、緑地も設けられた。国立ジムナスティックスアリーナ、2017年撮影。国立 ジムナスティクスアリーナは9000人を収容でき、ヘーダルアリエフ高速道路上にある、コログル駅の近くに位置する。収容人数は行事によって5000人から9000人の間で変動する。ありがとうございます。